スティーブ・ハウはロンドン出身のギタリスト。1960年代から様々なプロジェクトに参加、特にイエスやエイジアでの活動が有名である。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第69位だったが2011年の改訂版では削除された。演奏するスティーブ・ハウ1964年に心理キャッツという ビートバンドでプロデビュー。シングルをいくつか発表。1965年にキース・ウェストなどと共にジーン、クラウドを結成。1967年にグループ名をトゥモローと改めサイケデリックなサウンドで注目を集めた。トゥモローではアルバム1枚とキース・ウェストをメインに立てたロックオペラ作品、エイティン・エイジ・オペラに関わる。その後はボダスト、P.P. アーノルドや デラニー・イーボニーのツアーバンドなどを経て、1970年にピーター・バンクスに代わってイエスに加入。アルバム、危機や海洋地形学の物語などでの他の追随を許さない多彩なギターサウンドと優れた作詞作曲の能力でバンドの躍進に大きく貢献し、黄金期の一翼を担った。イエス脱退後の1980年代はスーパーグループ、 エイジアで大成功を収めた。その他にも、スティーブ・ハケットと組んだ GTR、トレバー・ホーンが起こしたレーベル、ZTT レコーズの関連アーティスト作品や、IRS レコーズのアニマルロジックへのゲスト参加、IRS 参加のインストゥルメンタル専門レーベル、ノースピークシリーズに関わるなど、様々なプロジェクトで、精力的に活動した。1988年に、 イエスの分岐バンド、アンダーソン・ブルー・ホード・ウェイクマン、ハウ結成に関わり、右与曲折を経て1996年イエスに再加入、現在に至る。この間に、クイーンのアルバム、イニュエンドに参加する。ソロ活動は1970年代から行ってはいるが、バンド活動と並行して、精力的に開始したのは1990年代に入ってからである。また、 2006年にはエイジアのオリジナルメンバーによる再結成に参加、精力的にライブツアーを行いながら2008年4月に新作アルバムフェニックスを発表。2008年夏にはイエス久々の再始動となるアメリカツアーを交え、エイジアとしても2013年に合体するまで活動を継続していた。2007年にはドラマーである長男のディラン・ハウ。 そしてハモンドオルガン奏者のロス・スタンリーとスティーブ・ハウトリオを結成して2008年にかけてヨーロッパをツアーした。また、キーボード奏者である次男バージル・ハウ、それとディラン・ハウをメンバーに加えたファミリーバンドスティーブ・ハウ・レメディとしても活動を行っている。バージル・ハウはその後にドラマーとしてリトル・バーディのメンバーになっている。2009年のイエスとエイジアの合同アメリカツアーでは 両バンド在籍者として前編の演奏を務め上げ、2010年はイエス・エイジやスティーブ・ハウトリオのツアーに参加して世界中を飛び回るなど60歳を過ぎてなお精力的な活動を展開している。ビーコンシアターにてプレイはロックギターの定石にとらわれず、カントリー、ジャズ、クラシック、フラメンコ、トラットなどの手法をロックミュージックに溶け込ませるのが特徴。 様々な種類の弦楽器をレコーディングで使用するだけでなく、ライブでも一曲の中でさえ何度となく持ち帰る。エレクトリック、アコースティックギターだけでも何種類となく持ちいい、他にもエレクトリックスタール、ペダルスティール、リュート、マンドリンなどを巧みに弾きこなす。ありがとうございます。